新興寺は大韓民国漢温度即創士の赤岳山山中にある仏教寺院。韓国仏教の最大宗派である宗慶宗の第三区教区本寺である。宗慶宗は652年の工場寺の創建をもって新興寺の創建としている。ただし工場寺のあった場所は今の新興寺の場所とは違うという。 工場寺は698年の火災で消失し、新たな場所に禅城寺として再建された。李氏朝鮮の時代、大宗による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に禅城寺の名前はなく、廃寺になったようである。清宗による1424年の仏教弾圧の際も、 存続を許された三十六寺院の中に、禅定寺の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。その後、禅定寺は復興したが、六百四十二年の火災で消失した。その二年後の百四十四年、霊髄、蓮玉、恵元という三人の僧侶が、それぞれの夢の中に現れた白い神の老人に導かれ、さらに新しい場所、 現在の信興寺の場所に神教寺を建立した。神教寺という寺名は夢に由来するものという。1995年に神教寺は信興寺に改名された。新しい時代の寺院という意味を込めたという。コリアタイムズ1997年10月29日。ありがとうございます。